はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、俺の好きなおしゃれさんトップ5、やっていきたいと思います。皆さん、おしゃれさんは持ってますよね。その中でも、やっぱり好きなおしゃれさんいると思うんですよ。まあ、これは本当俺の個人的な意見で、トップ5、発表していきたいと思います。では、行きましょう。それでは第5位からいきましょう。第5位は2体います。まず1体目がこれ、オークですね。これはね、なかなか珍しいと思います。武器がね、地獄の魔装を装備してるのよ。で、魔装を装備してるやつは結構見るんだけども、服が違う。これ服が違うんだよね。この2つを装備してるのなかなか見なくって、結構珍しいと思います。で、もう一箇所は多分ね、どこだろうね、腕章してるやつも持ってんのよ。でも腕章と服は多分一緒みたいな感じだと思うので、おそらく顔なんだよね。うん、多分目のところに傷あるとかそういうやつじゃないかな。まあ、とにかくこれ結構レアなので俺は好きですね。そしてもう一体、これメタキンです。まあまあまあ、メタキンなんてね、普通に入手できるんだけども、こいつ帽子がおしゃれハットなんですよ。これほんと珍しいと思いますよ。メタキンのおしゃれさんってまあほぼほぼバイキング帽子を装備してるんだよね。バイキング帽子の赤、青、黒ってあるんだけども、じゃなくてこのおしゃれ帽子、これはねマジで珍しいと思う。俺一回しか見たことないよ。これはね、竜玉の迷宮で出ました。本当にこれ珍しいので、このメタキンは、結構自慢ですね。それでは続いて第4位です。第4位はイモータルパールですね。武器が違うよね。武器の色は赤と青と黒があります。で、黒が一番出にくかったんだけども、まあまあ赤を持ってますね。で、このイモータルパール系、こいつらで一番難しいのが、マントの色が違うっていうやつ。これがね、本当にレアです。まあ、杖が違って、サングラスをしてるのは、まあ、ちらほら見るんですよ。でも、このね、マントが違うっていうのが、本当にね、レアです。こんな感じ。黒と白の、なんて言うんだろうな、まあまあ、縞模様みたいな、そういうやつですね。これは激レア。で、こっちがドクロ大臣なんだけども、まあ、青と白のマント。そして、赤い武器にサングラスですね。これが完成形のやつですね。うん。まあまあ、イモータルパールではまだ完成形は出てないんだけども、このね、マントの、しましまのやつ、これは本当に激レアですね。俺も、一回しかまだ見たことないかな。それでは第3位に行きましょう。第3位はキラーパンサー系の、ストームライガーですね。これが普通のストームライガーですね。まあ、雷みたいな、模様がありますよね。うん。で、これが、おしゃれさんになると、まあ、これキラーパンサーなんですけども、こんな感じです。鉄の爪を装備して、仮面をかぶってる、ドクロをかぶってるかな。で、体の模様が、これ、なんか、ぐる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 なってんの。これ。これが、完璧なおしゃれさんですね。で、これと同じ、ストームライガーがいます。あー、ちょっと見して、ストームライガー。はい。鉄の爪を装備して、ドクロの仮面をかぶって、体が、ぐるぐるってなってる。丸ですね。これがもう完璧なやつ。で、このね、爪がね、色違いがあるんですよ。黒が一番出やすいやつ。で、あとね、赤と青がある。赤と青。で、青が一番レアじゃないかな。うん。まあ一応1体持ってるんだけども、それはね、仮面とか被ってないんだよね。うん。まあとにかくこのね、3種類の装備をつけてる、ストームライガー。かっこいいっすね。これはなかなかレアだと思います。それでは
第2位ですね。第2位は集めてる人も多いのではないでしょうか。サタンジェネラル系のおしゃれさんですね。一応こいつらは全部模様付きの武器の色が違うっていうやつですね。まあ、サタンジェネラル系は模様がついて武器の色が違って、マスクをつけてるやつ、まあ、メガネみたいなやつかな。それが最高ですね。で、武器の色にも出にくい出やすいがあって、ピンク色、これがね、一番出やすいです。で、次に、緑色が出やすくって、この黄色が本当に出ない。マジで出ないやつですね。なので、このナイトファイラスはものすごい自慢ですね。まあ、メガネはかけてないんだけども、かけてたら最高かな。うん。このサタンジェネラルが、まあ、メガネもかけて、模様もあって武器も違うっていうやつなんだけども、うん、いやーもうこの黄色の厳選はきついよね。うん、出すのに2時間かかりました。はい、第2位はサタンジェネラル系ですね。あ、バルデバランも難しいですよ。流玉の迷宮でしか出ません。それでは俺の好きなおしゃれさん第1位ですね。もう下に名前が載ってます。シャドウ系のおしゃれさん、これが俺の中で最高ですね。こいつ、あ、ちょっと後ろだった。前から見るとこんな感じですね。帽子をかぶってメガネをつけて、で羽がねトランプマークなのよ。これかっこよくないですか。これ見つけた時はねもう驚いたね。うん。で、まさかのホロゴーストまで、持ってます。魔王の影もね、欲しいんだけどもね、やっぱ出ないんだよね。このおしゃれはね、かなりレアだと思うよ。まあ、一つ二つね、ついてるやつはいるかもしんないですけども、やっぱ三つ揃って、で、さらにこの羽のね、トランプマーク、マジでかっこいいと思うんだよね。まあ、この、シャドウと、ホロゴースト、性能はそんな良くないよ。性能はそんな良くないんだけども、やっぱり見た目が、これ最高に好きだね。うん、俺の自慢のモンスターの、第1位は、この、シャドウとホロゴーストですね。はい、ということで今日は俺の好きなおしゃれモンスタートップ5でした。皆さんも自慢のおしゃれさんは持ってますか。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。